今日は子供の日、多くの子供たちの前で恋が昇るような試合展開となったのでしょうか。チャンスを作ったのは3回小園、ライト線への当たり、小園は一気に三塁を陥れチャンスを作ります。しかし後続2人が倒れて得点につなげることができません。一方先発の高橋光也、ジャイアンツの4番岡本から2つの三振を奪うなど6回4安打1失点、ピンチの時に三振が取れたのは良かったと好投を見せるも打線が振るわず、チームは引き分けを挟んで6連敗となりました。